はい、こんにちは。今日はですね、毎日ジョギングするためのですね、必需品としてですね、このね、膝サポーターをご紹介したいと思います。ですね、今日の日にちがですね、9月の20日でございます。私ね、7月の中旬、下旬ぐらい、ちょっとあんまりね、細かなね、正確な日にちは覚えてないんですけど、7月の中旬ぐらいからですね、今日、9月の20日までですね、1日も休まずですね、ずっとジョギングをしております。なので、毎日ね、1日1回はね、走ってる。2ヶ月間ね、ずっと休まずに走ってるという感じでございます。でね、まあ、短い距離だと1日6キロぐらい。で、長い距離だとですね、20キロぐらいですか、を走るんですけど、まあね、短い距離だったらそうでもないんですけどね、やっぱりまあ10キロを超えてくるとですね、翌日にね、足にね、若干ちょっと疲れが残ったりするんですけど、まあそれでもね、この2ヶ月間、1日もね、休まずに走れてるというところで、まあ当然ながらね、休まず毎日走ってるということは、どこもね、足腰、故障することなく走れてるという感じでございます。でね、それでね、一番ね、役に立ってるのが、この、膝サポーターでございますよ。以前ね、このね、私もね、この膝サポーター購入したのが、今年のね、いつだったかな、2月、1月とか2月ぐらいなんですけど、それまでは、まあ結構ね、週に、週5ぐらいで走ってたんですけど、とはいえ、まあ、やっぱり毎日走るとなるとですね、私の場合ね、このね、膝がね、すごくね、痛んでくるんですね。で、だんだん膝が痛くなってくると、階段の上り下りが辛くなってきたりとか、まあ、当然ながらね、走ることもできなくなるので、まあ、1週間にね、1日とか2日ぐらいお休みを入れて走ってたんですけど、さあね、このね、膝サポーターをつけるようになってからですね、膝の痛みっていうのがほとんどなくなりました。ということで、まあ、毎日走るようになりましたという感じでございます。基本的にね、今はね、もう雨さえ降らなければ、もう毎日走りますね。はい、という感じなんで、まあね、ジョギングが好きな方でね、毎日走りたいなという方、まあそんなにはね、いないかもわかんないんですけど、ぜひね、まああとはね、よくジョギングするんだけど、翌日にこの辺のね、膝にね、痛みが残ってね、次の日走れないんだという方はね、いらっしゃいましたらね、こういうね、膝サポーターをね、ぜひね、購入してみてはね、いかがかなと思います。これね、もうだいぶね、ちょっとね、かなり使ってるんでね、毛玉ができてて、かなり汚いんですけど、いくらとかな、アマゾンでね、両足、左右の足分の膝サポーターで1000円ちょっとぐらいでね、販売してますんでね。まあ、そんな高いもんではないんでね、ぜひ皆さんね、一度試してみて、はどうかなと思います。はい。じゃあ今日はですね、ちょっと短い動画なんですけど、毎日、ジョギングをするためにですね、必需品のですね、膝サポーターをご紹介しました。この動画がね、参考になりましたら、ぜひ、高評価、またチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。